アレクサンドラ・コンスタンティノ・ブナ・コステニュークは、ソイ・ボルガ連邦管区、ペルミッシュ出身のロシアのチェスグランドマスターであり、元女子世界チャンピオンである。キャリア最高のレーティングは、2006年4月の2540。アレクサンドラは5歳の時に、父親からチェスを教わった。妹のオクサーナもウーマンファイドマスターである。2001年、彼女は17歳の時に、 世界女子チェス選手権で決勝に進出したが、初心に敗れた。3年後、彼女はドイツのドレスデンで行われた大会を制し、女子欧州チャンピオンとなった。2005年にサマーラで行われた女子ロシア大会でも優勝した。2006年8月にはエリーザベト・ペーツを5.5から2.5で破って、チェス960の初代女子世界チャンピオンになった。 2008年の大会では、カテリーナラフノーを2.5から1.5で破って、タイトルを防衛した。しかし、彼女のこれまでの最大の成功は、ロシアのナリチクで開催された2008年の世界女子チェス選手権で、コーイツボンを2.5から1.5で破って優勝したことである。2004年11月、彼女は10人目の女性のグランドマスターとなった。それ以前に、 彼女はウーマングランドマスターとインターナショナルマスターの称号を得ていた。2008年7月時点での国際チェス連盟の色レーティングでは彼女は女性の第10位にランクされている。2002年にスロベニアのブレッドで開催されたチェスオリンピアードでのアレクサンドラ・アレクサンドラのモットーはチェスはクールと彩色顕微である。これらの言葉を実践するように 彼女はファッションモデルやチェス大使を務めて世界中にチェスを普及している。彼女はまた自身の生活とチェスイベントの近況を配信する人気のポッドキャストチェスイズクールを主催している。アレクサンドラは25歳年上のコロンビア系スイス人ディエゴ・ガルセスと結婚している。2007年4月22日、長女のフランセスカ・マリーアが生まれた。 フランセスカは2ヶ月半もの早産だったが、8週間の入院の後、病体は完全に回復している。ガルセース一家はマイアミ郊外のフロリダ州、キービスケーンに住んでいる。これはアレクサンドラがモスクワ以上にこの地の気候を気に入り、また夫ディエゴの両親が住んでいるためである。さらに言えば、ウェストケンドルの高速道路を1本乗りつければ、 世界チェス伝道に通える立地であり、伝道では彼女の成功に光を当てた立派な展示がなされている。同じ在マイアミロシア人である競合テニス選手、アンナ・クルニコワに例えられることがあるが、アレクサンドラは自身が世界大会の個人戦で優勝している点を強調して、この例えの不適切さをカッパしている。夫、ディエゴが運営するアレクサンドラのウェブサイトでは、 彼女が参加するチェスのイベントや彼女の最新の情報を紹介している。ありがとうございます。